モズ古墳群。モズ古墳群は大阪府堺市にある世界遺産の古墳群。半海状態のものも含めて四十四基の古墳がある。このうち十九基が国の史跡に指定されているほか、これとは別に区内町によって三基が天皇陵に、二基が陵墓参考地に、十八基が陵墓倍町に事情されている。かつては百基を上回る古墳があったが、第二次世界大戦後に、 宅地開発が急速に進んだため、半数以上の古墳が破壊されてしまった。古市古墳群と共に、巨大な前方後円墳を要する古墳群として知られる。大仙陵古墳、伝人特典漁漁、未散在古墳など、墳球長200メートル以上の大型の前方後円墳4基を含む。堺市北西部に位置し、古代の海岸線に近い上町大地に続く。 大地上に築かれている。古墳は、東西、南北ともそれぞれ、約4キロメートルの範囲に分布。古墳は、前方部が南向きに築造されている上石図、二三在古墳、大仙古墳、田出、伊山古墳などと下ら川の谷の両岸に築造された、恥二山在古墳、板助古墳、モズ五病山古墳の二つの古墳群から構成されている。 この大地の西側の低い赤両部に、上石津三山在古墳が営まれ、その北方へ、大仙古墳、田で、井山古墳などが順次築造されていく一方、下ら川の東方へも記述した、古墳群が拡大されていっと推測される。つまり、上石津三山在古墳が先行し、川の東部にはモズ大塚山古墳、伊助古墳が、ついで西方では、大仙古墳、 川の東方ではモズ5秒3古墳がほぼ同時期に作れ、西方の端に散在古墳と田で、井山古墳が、これも、ほぼ同時期に築造されたと推測できる。2008年9月26日、大仙陵古墳、伝神特天皇陵、上石積三在古墳、伝理中天皇陵など区内庁管理下の古墳を含む、モズ古墳群。 古市古墳群が世界遺産の国内暫定リストに追加された、歴史学や考古学の学会の一部には、世界遺産登録や、その登録条件となる文化財指定が、区内庁管理課の天皇陵古墳の公開や、発掘調査に道を開くものとして期待する声がある。世界遺産登録のために構成資産を確定する、調査、2009年度境市、 教育委員会発掘調査において、聖塚古墳と舞台塚古墳が古墳ではなく、中世以降に築かれた塚であったことが判明した。聖塚古墳の墳球と見られていた部分の最下層から、江戸時代の磁期が出土し、18世紀以降に土を持って作られた塚であること、また舞台塚古墳からも13世紀頃に作成された土器が見つかり、いずれも古墳の可能性は、 低いとみなされた。2017年7月31日、文化審議会が古市古墳群と合わせ、モーズ古市古墳群として世界遺産の2019年登録審査候補として正式に推薦することを決定し2019年5月13日、ユネスコの諮問機関は世界文化遺産への登録を勧告した。2019年7月6日、 アゼルバイジャンで開かれた第43回世界遺産委員会にて、モズ古墳群に属する古墳23基が正式に世界遺産に通された。現存するものは44基。モズ、古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議のサイトにあるリストによれば、形状別の内訳は、前方後円墳13基、ホタテ貝型墳9基、円墳17基。 5 5期となっている。このうち19期が、モズ古墳群として、国の史跡に指定されている2、二三在古墳、五秒三古墳は、内堀のみの指定。世界遺産に求められる、顕著な普遍的価値を、2007年の文化庁による、世界遺産候補地公募に際して一府三市が作成、提出した提案書では、モズ、古市古墳群における、 噴球形態は比較地のモデルとなり、副葬品や埴輪にも影響を及ぼし、古墳文化とその交流の中心地であり、独自の文化が存在したことを示している。前方後円墳をはじめとする独特な墳墓形態と粗築造技術は独自発展したもので、それを可能とした高度な土木技術の存在を裏付ける物証であるとした。これに対し2010年に、 暫定ギスト掲載を決めた際に、文化庁は4から6世紀にかけて日本各地で造営された古墳群は、モーズ・古市古墳群を基範とし、古墳時代に共通する古墳造営の価値観の交流を示している。また、巨大古墳の周囲に中小の多様な古墳を配置していることは、当時の政治的、社会的支配の実態を反映しており、 古墳造営の独自の文化的伝統があったことを示唆する物証であるコメントした。また、2012年に開催した国際シンポジウムでは、造王母における巨大化や、来世間は古代中国の価値観が波紋状に、東アジアへ広がった物証であり、モーズ、古市古墳群の王墓は、その和風、和風ではないかされた価値観が現れている、膨大な労働力と時間を費やした、 墳母造営は国家形成過程における権威、権力の存在を示して意図し、国際交流や国家形成という視点が加えられた。モーズ、古市古墳群は2013年から毎年世界遺産への推薦を目指してきたが、3年連続で国内選考から漏れ続けた。その理由として、文化庁は、階層性が示す顕著な普遍的価値の合理の検討、構成資産がどう、 顕著な普遍的価値に貢献しているかを明確にする、説明が足りないとし、古墳群が抱える課題を提示したが、問題も残されている。さらに、推薦候補に決まった後も、モズ古墳群と古市古墳群を一体化して捉える、理由が不明確であるとも指摘している。また、世界遺産推薦に際し、完全性、インテグリティとして、法的保護根拠が求められ、 国内の既存文化遺産の大半が文化財保護法をよりどころとしてきたが、天皇陵、陵母さん高地は国有財産法に基づく公質用財産のため文化財指定が困難であり、世界遺産条約では当該国内法令に定める財産権は外さないとし、所有権とその権利の行使は認めている。このことはひいては秘匿性、引くタブーを高めることになりかねない器具もある。 こうしたことを受け、構成資産の見直しが図られ、もず古墳群からは、鏡塚古墳、桑生坊古墳、鈴山古墳、狐山古墳、豊いの谷古墳を除外することを決定。おさむつか古墳では、ホタテ貝型の古墳が体感できるよう墳中に、追い茂る木々の一部を剪定したり原型を再現するなどして、数年以内に立ち入りを可能にする計画でいる。法的保護根拠は、 警官法を中核とし、両古墳軍艦の移動に関しては、レンタサイクルの活用を推進する。このほか、堀の水の波で墳球部が崩れたり、堀に産業廃棄物が捨てられる、大量発生した青子が腐り、異臭を放つといった問題も報告されている。上記の顕著な普遍的価値に加え、課題指摘事項に対しても斬新な切り口で対応する見解が示されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。